どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ピタペインカッコトロール苦痛ということですかね。私はねトロールコースをするだけで苦痛なんだよというとでも思ったか。罠があればあるほどご褒美なんだよ。こんなこと言うか。いつもド M って言われちゃうんだよな。まあそろそろ認めてもいいでしょ。僕自身はド M だということに。誰が M だ。俺はド S だかんだ。みんな知らないでしょ。僕自身のプライベートの時間をさ、ド S ド S って言われてんだからだ。もういい。もうただうるさいだけの動画になってる。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.13%。いや、うるさいだけっていうのは全然間違いじゃないんですけどね。これから先もっと騒がしくなりますよ、きっと。コースに入ってからが一番うるさいんだから。さあ、これはオートホールド。左押しっぱっていうことかな。え、特に何も変わんないけど。え、なんかでもピッピピッピ言ってるね。なんか来んのかな。開幕クッパ様。もう何も信用しない。でも一旦クッパ様だけ出しておく。ピー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 って来るんだよな。かわいそうにクッパ様、あんなに雑に扱われちゃってさ。クッパちゃんももそうなんだけど、僕のことももう少し丁寧に扱ってほしいな。ね、腫れ物を扱うかのように。そうしないと爆発しちまうぜ。もうお前はいつも爆発しきってんだよ。出せるとこ出しまくってんだよ。ならここでピー風船を取りの、こっから上に行けっていう感じなんじゃないかな。で、つららがあるね。つららに当たりの。あのスネブロ、何もするなよ、スネブロ頼むから。スネアー！ここでチビになった瞬間ジャンプして扉に入ろうけ。なんか裏にバーが隠されてあったんだよな。で、右か左か。坂だー！ちょっとぐらい考えさせてよ。右か左くらい別にいいじゃんか。このバカボだー！みんな分かったことがあるね。このコースはとても危険で。じゃあこの下にどんどん進んでいっちゃおうか。で、左でいいのかな。右下に行けって書いてたよ。いやでも待てよ、中間ポイントがある。こっち実は正解みたいな。頼む、あの中間ポイントを取らせて。頼む、お願い、中間ポイント、中間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 は中間ポイント無事取れたよ。なんで。いや、すいません、下でいいと思い込んでました。中間取った後ってなぜか気が抜けちゃうんだよな。さあ、こっちのドアでいいでしょう、きっと。何があるんだこの先は。ピンクコインコースやねえか。ピンクコインコースなの。全然気づかなかったって。じゃあ土管に入っていこうか。土管に入れねえじゃねえか。え、隠しブロック。え、こっちは土管に入れませんね。こっちはこっちも入れませんね。え、隠しブロックがあるってことはこれ先進めんのやない。え、どうすりゃいいんだろうな。もう一回ドアに戻ってみようか。そうするとなんか変わってるみたいな。なんだこのコース。ちゅうことはですよ、あの鍵ドアフェイクなんじゃね。実は入れますみたいな。それやめてめちゃめちゃすげえじゃんこのコース。相当罠に引っ掛けんくるね。じゃあピンクコインを取ったら鍵がゲットっていうわけでもなく、上にブロックがあったのか。さあ、この鍵扉に入っていきますよと。で、この先はあのハテナの方に行けばいいのかな。このハテナを叩くと何が起きる。でがもう分かったぞ。叩いた瞬間すぐ右に逃げる。これで間違いない。今この上隠しブロック出てこなかった。ってことはさ、左に行けみたいな感じなのかな。あのボム兵を叩いて、てっきりさ、ここ壊すと思うじゃん。え、なにこれ、めんどくせえってことじゃない。やめてやめてよ、僕は早く新しく、シャー、死に体験メッシュを食べるか。なら全てを見通しっていうわけよ。叩いた瞬間すぐ右に逃げる。そして左下の方に行けばよかったんじゃないのかな。こいつは何、コインか。ふざけんなよ、お前。ここでバムちゃんを叩くよ。ブブって言われちゃったよ。マジでマクランツ、ここでハテナブロックを叩いて右に押し出されるでしょ。で、その瞬間に上に行く。で、ここのブロックを叩いて左上のドアじゃないのかな。あ、右下にドアがあるじゃねえか。はいはい、進み方を見つけたぞ。ということはですよ、このハテナを叩くとキラーが出てくると思うんだけど、で、上のボムを叩いたらキラーが消えるんだよね。これでいけみたいな。やっほー、俺をコケにしやがった。なめるな、なめるな。うん、F
って書いてる。こっちも違うみたいな、そんな感じかな。ファイヤー、今の左のファイヤーを取るってことかな。そんな瞬時に判断できるか。でもね、なんとなく感じてることがあるんですけど、このコース結構簡単なんじゃないかな。助けて助けて。誰だよ、簡単なコースなんて言ってるやつは。そのくせめちゃめちゃ引っかかってるじゃねえか。うん、俺か。いや違うんだって、これまでやってきた中よりも簡単なんじゃねえかなっていう意味ですからね。その点だけ間違えないようにお願いします。で、なんて書いてるこれ。 EPIC エピックTROLL、 エピックトロール、壮大なトロールっていうことですかね。まあそれは間違いないですよ。制作者さんのためにもそうやって言っておきましょう、今後のためにも。何々めちゃめちゃ荒ぶってんだけど。以上やじゃ。そんなことするんなら僕駆け抜けちゃうもんね。こっから右ダッシュ。ドッシュンだけかわちょっか。うん、この場所に置いておいたら大丈夫なんじゃないかな。うん、今の取ってっていいのかな。あれ、なんか先に罠を見つけちゃった感じでごめんね。いや、まさかのだよな。左見てみて、針の中にキノコが隠されてるみたいなこと書いてるじゃん。それたまたま取ったからここまで来れたんだろうな。お前は誰だ。私ね、クッパ七人衆の名前がマジで覚えらんないんだよな。まあ、そのせいか。ちょお前追ってくんだよ。そのやってやったぜみたいな顔やめろ。いやマジでこいつしつこい。一回踏むでしょ、踏んでこの辺だったら大丈夫なんじゃない。踏む、もう一回踏む。そもそもこいつは避ければいいだけの話だよな。そうだよな、ハローじゃねえんだよ。どっか行っとけお前は。で、なんか来た。キノコ様。そもそもこの記録は取っていいのかすらわからん。一旦砲台が出た後にジャンプして逃げようか。そしてこのスネオは何をしてくるのかな。そんな簡単に避けれますよと。で、ジャンプしてドアに入ろうか。で、次はなんかさっきと似てるね。左でいいのか右でいいのか。左にシーソーゲーム。次はかわすね。まずシーソー出しておく。そして左の方に逃げておけば大丈夫。いや違うのが違う。いや今のは違うのが違うって言ったからね。だから実質正解みたいなもんでしょ。じゃあここは右。もうとんでもねえ罠を仕掛けんだ。お前の名前がもう飛んだっていうことは分かってんだ。なぜかってさっき調べたからだよ。偉いでしょ。で、だから私は今ブンブンとプンプンともう飛んだけ覚えてる状態ですね。数少ねえな。結局そうなんだな。私流儀で言えば名前なんて別に覚えなくたっていいんですよ。さあこれは右は G って書いてない。 Go 右に行けってこと。 Go to みたいな感じかな。 Go to Go tem Go tem。 お前ふざけんなよ。僕が何をしたって言うんだい。ガッテムだかなんだか知んないけどね、僕の方がガッテムですよ。さあドアに入っていこうか。この次は何があるんだい。うん、またさっきと同じような感じかな。エピックコインス。そんなに引っかかるとでも思ってんのか。なあそこどけよ、頼むからどけって。どけどけ。マジであいつ邪魔モノートン。じゃあここは急いで行っちゃいましょう。それでモートンは買わせるでしょうきっと。さあ買わせましたね。で次は、次も一緒。エピックボス、壮大なボスっていうことなんかな。まあ、ていうことはクッパ様かなんか出てくるんじゃないこの先に。かわいそうに。ただやられただけじゃん。ここ隠しブロックとかはなさそうだね。さあ鍵扉に入りの。クッパ様出てくるのか。クッパ様は、はあ、お前誰だよ。やめたまえちょんまげ親父が。ってことはこのモートンが落ちてくるでしょ。この下に行けばゴールがあるっていう感じなんかな。さっきそんな感じだったよね。殺させて、やったー。いや短いコースだったような気するけど、今回はモートンが主役だったんだね、クッパ様じゃなくて。いやもうちょっとクッパ様を丁寧に扱ってくれよ、モートンじゃなくてさ。でもまあすげえ楽しいコースでしたね。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。シューリンガンが降ってくるぞ。説明文に浮きます。
ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、無機物って何なんでしょうね。でサムネを見る感じ、ファイヤーフラワーが一つあって全部ブロックで埋まってるじゃん。上から無機物がたくさん降ってくると思うから、その無機物を無機物が降ってくると思うからって、お前無機物知ってんじゃねえかすいません、無機物って僕の絶叫ワードの一つなんですよ。いや分かってるよみんな、もうしゃべんなお前だからこのコースはブロックが壊されまくるから下に落ちないように進んでいけっていうコースなんじゃないかな。いやしかし誰もクリアしてないし、チャレンジ数も少ないからマジで難易度未知数だね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 しかし気になるのがゴール条件ですよ。ゴール条件はファイヤーマリオのままゴールってことは、一回もダメージを受けるなっていうコースなんじゃないかな。さあ始まった。まずこのファイヤーフラワー取っていいのかな。で一回もダメージを受けるなんて無理じゃないですかねえ、これさ、先にファイヤーフラワーがある、このまんま先にちょっとえ、これめちゃめちゃじゃん。いやこんなにアイテムがあるんだったら最後にファイヤーフラワーあってくれてもいいと思うんだよな。でもそれだったらすげえ簡単になってしまうんだけど、もしかしてこれ意外と簡単なコースなんじゃない。もうゴール見えそうだよ。この先には何があるの。あのバネのところにゴールあるんじゃないの。でもファイヤーがありませんよ。理解ができました。このコース、鉄球も避けつつアイテムも避けながら先に進まなくちゃいけない。むずすぎか。これ意外と難しいの最初だけかもしんない。あの鉄球さえ避けることができれば。ここどこ。一番右がダメっていうことが分かった。なら2マス先のここはどうかな。来た。で、あとはアイテムさえ取らなかったらいいっていう話だよな。で、鉄球も当たったらやめてください。これ右行くじゃん。一回左に逃げた方がいいのかな。それをどんどん繰り返していけば足場がねえじゃん。あそこまで渡れんのか。これ挑戦すんな。これマジでエグいって。しかも時間もあんまないんだよね。右に右に右にあこうジャンプして、おーデンキュー、あっ、あっ、あー。いやしかし今のなかなかいい線いったんでねえの。ここでジャンプして右、これ鉄球が落ちそうだったらジャンプして右でいけません。パターンがあるはずだ。それをしっかりと見極めろ。それさえ攻略できたら簡単にクリアできるはずだ。それが分かりゃ苦労しないんだよ。一番最初はいいんだけど、こっからがマジでむずいんだよな。ここで右行く、これどんどん上に、どんどん上に、どんどん上に、どんだけ。だがしかし少しずつだけどコツを掴んできたぜ。このコースね、パターン化してるんじゃないかなと思うんですよ。ほらほら、こういう風に鉄球が同じ場所に来るから、それを全部同じ風に避ければいけるんじゃん。だけどね、言いたいことはもう分かってくれたと思いますよ。2個1個2個1個で来るんだね。で今度1個で、次2個来るでしょ。その2個も避けるね。で次1個も避ける。で次2個来るからそれも避ける。で1個避けの次は1個なのね。早く早く時間がねえぞお前。攻略法さえ分かっちまえばもうこっちのもんなんだよ。最後3秒ぐらい余っちゃったよね。いや3秒もあれば絶対ゴールできる。慌てるなピオキング、こっからだ、こっから、ゆっくり行けばいいんだ。そうだろ、しゃー、なんでーゴールしよったやか。まあまあさっきのはね、美味しいということにしときましょう。あんなんね、狙ってできるようなもんじゃないから。これ結構早いよ、頼むゴールしてくれ。いやこれめちゃめちゃいいコースだね。いやすげえ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。